YouTube の人気チャンネルであるパリーグ TV が開設されて9年近くになりますが、未だにセリーグ TV は開設されていません。この謎に対しファンから様々な考察がありました。なんでない？確かカープが認めないんだよな。カープさ、なんでや広島だけやないやろ。でも実際作らないの謎だよな。パリーグ TV できてから明らかに人気の面で変わってるし、テレビ中継がなくなった令和の時代はセリーグの選手よりパリーグの選手の方が知名度高いんじゃないか。それ昔からだぞ。ダル、田中、大谷、みんなパリーグや。実力のパ、人気のパか。昭和も終わりだな。おじいさん今は令和ですよ。てかなんでいつも広島のせいって言われるの。ダゾーンの試合中継広島だけないんよ。他の11球団はあるのに広島はなんで認めない。シンプルに疑問なんだが、なんか人気ない頃から支えてくれたテレビ局に恩義があるからなんやて。まあ確かにダゾーンあったらテレビ中継見なくなるやろしな。実際ダゾーンに加入してた時テレビの視聴率下がったらしいからな。仕方ない面はあるんよな。なおカープの YouTube チャンネルはある模様。せっかく WBC 優勝して野球熱が再燃しそうだから作るなら今年が最大のチャンスと思うけどな。でもセリーグ TV の登録者がパリーグ TV に負けたら人気面で立ち直れなくなるからできなくてもええわ。ファンの結論として、さまざまな大人の理由でセリーグ TV ができないとの結論に至った模様でした。いつか全ての問題が解決してセリーグ TV で村上のホームラン集が見たいですね。このチャンネルでは野球ファンのさまざまな発言をもとに独自の視点でファンの声をまとめた動画を毎日発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。